マイティジャックは1968年4月6日から同年6月29日にかけて富士テレビで毎週土曜20時20時56分にて放送されたつぶらや特技プロダクション制作の日本の SF 特撮テレビ番組と劇中に登場する秘密組織の名称である。マイティジャック全13話の放送終了の後に番組タイトルを戦え、マイティジャックに変更したものが 新たに全26話分作られて、同年7月6日から12月28日にかけて、毎週土曜19時19時30分にて放映された。万能戦艦マイティ号に乗り込み、悪の組織級の野望を打ち砕く、秘密組織 MJ の隊員たちの活躍を描く。本校では、マイティジャックと戦え、マイティジャックについて記述する。防衛、建設、 救助を目的として民間企業の出資で設立されたマイティジャックと秘密組織級の戦いを人間たちによるスパイアクションと特撮によるメカニックアクションを盛り込んで描くつぶらやプロの国産初の一般向けの一時間枠の特撮ドラマウルトラシリーズや怪獣ブース化が子供向きであったのに対し本作はターゲットを大人向きにしており 零零七のようなスパイアクションが意識された物語のコンセプトで、国際問題や人権問題、相反する感情の激突など重いテーマをはらんだエピソードが参見され、主演に三谷秀明を迎え、制作費も当時としては破格である一千万円強を投入した意欲作であった。本作は、東宝映画海底軍艦から発展し、同じ図蔵や英治特技監督で企画されるも、 未制作に終わった空飛ぶ戦艦が元になっている。つぶらやエイジは本作に並々ならぬ熱意を傾け、この番組のために超高速度撮影の可能な新鋭の映画用 35mm ミッチェルキャメラを購入。ドックへの注水や MJ 号が会場に飛び立つシーンなどの映像で発揮されている。しかし内容に関しては、主演のニタニとつぶらや特技プロ、 フジテレビサイドとの意見の相違が問題か。特撮番組のイメージがつくことを嫌ったニッタには、成田徹デザインの隊員服と、ヘルメット姿よりも、背広姿でのシーンを増やしてほしいと要求。メカ登場シーンでも顔出しのままであるなど、こうした制作面での不協和が画面上でも表面化した。メイン監督も、野長瀬様次から急遽、小林常夫に交代。 劇場映画経験豊富なベテランの投入は、つぶらやプロでは初めてである。制作第1話は小林がかなりを取り直す形となった。ウルトラ Q 以降連続して5つのつぶらやプロ番組に主力参加していた野長瀬は、異例の降板を強いられる形となり、この後12年後のウルトラマン8 t まで同社の仕事をしていない。視聴率も平均8.3%と低迷。 全26話の予定が13話で打ち切られることとなった。しかし、セットなどに26回分の予算をすべて投入して作っていたことから、そのまま終了すると、つぶらやプロに損害が発生することにフジテレビが配慮し、子供向けの戦え、マイティジャックとして仕切り直すことになった。第9話、地獄への案内者の初号死者版、エッセンを終えや、第2話、 K52 を脱回せよの編集が異なる未放映文フィルムが現存し、LD ソフト化の際に特典映像として公開された。マイティ・ジャックの打ち切り後、放送枠を変え、子供向け30分の特撮ドラマとして再構成され、前作のバジェットを活用した大幅な設定の組み直しが行われた。また担当プロデューサーが忍者舞台結構を手掛けた。 神道義行に交代、キャストも大幅に入れ替わり、月光のレギュラーだった山口明、渚ぎさが新たに起用されている。スタッフでも月光はじめ富士テレビの特撮作品に多く、携わっている監督の土屋圭之介、アクショングループ JKA を起用するなど、富士テレビ側の意向が強く働いたものとなった。本来26は予定であった。 マイティジャックは13話で打ち切られた。30分番組枠となった戦え。マイティジャックで残りの13話分を完全に放送したいという観点から1時間番組が30分になったのだから放送回数は13回ではなく2倍の26回にしてほしいとつぶらや特技プロが富士テレビと交渉し放送期間をニクールにしてもらったとスタッフは証言している。 第9話から第11話にかけては、定型局の東海テレビの招きで、中部地方ロケが行われた。マイティ号や敵組織級の存在などの基本設定は変わらない。ものの、マイティジャックの位置づけを国際基金による融資のプロフェッショナル集団から、公的な国際機関、アップルの下部組織に変更し、レギュラー単位が11人から5人に変更。ニクール目からは、 毎回怪獣が登場するスタイル何でも続々シリーズに再度の路線変更が行われた。原則として敵側にはマイティ号に相当する万能戦艦を配置しないという文芸上のポリシーが存在する。1クール目では9に続いてキルやブラッドなど多彩な暴略組織が登場するが構成員は全て9と同じユニフォームを着用している。 実際の作品では、第1話でアップルに加わった直後のようなセリフがあったが、その後、第21話のエピソードでは、あまたのアップルでの訓練生時代が描かれたように、整合性が取れていない部分がある。隊員は、各自、ジャッキーカードという ID カードを所持しており、都内各所の秘密の扉を開けるキーにもなる。了解。 を示すものとして、SMJ の合言葉が使われた。また、第6話のオープニングから、隊員の役名表示がカタカナ表記に変更されている。未制作に終わった、コメディ作品、ウルトラセブン用のぬいぐるみを用いたバッキーをはじめ、怪獣、宇宙人は改造流用も多い。心臓系のザウルスや、ビッグ Q の造形は、バッキー同様、高山良作の手による、 最終話での Q の固定基地は、ウルトラセブン未使用カットを一部流用した。全長、速度などのデータ参照、つぶらやプロ特撮体感監修、つぶらやプロダクション、朝日そのラマ、1988年10月5日、62ページ、ISBN4 から257032529、マイティ号を、はじめ、Q 側装備も含めた各種メカは、 特撮美術の成田トールがデザインを担当。万能戦艦マイティ号は近代科学の域を凝らして建造された飛行、潜水も可能な巨大戦艦である。艦内にはピブリダー、コンクルーダー、エキゾスカウト、ハイドロジェット V、バギー、バンカー H、シップリーなどが搭載されている。メカの大半は分解された状態で積み込まれており、 マイティ号館内の工場で組み立てられた後、発信する。戦え。マイティジャックでは、バギーの出番がなくなった代わりに、カラーリング違いのバンカー H が、純、レギュラーアメカとして、登場。本作ではレーザーを搭載した重武装の機体となり、オーダコラと戦った。前作では、主力戦闘機であったピブリダーに代わり、本作では主にコンクルーダーが活躍している。 ピブリダーモ8は地獄へ行って笑え。で、Q の空飛ぶ自動車を撃墜する活躍を見せている。11人いるメンバーは物語では作戦行動時に m j 号の環境にいるメンバーと Q の基地に潜入するチームに分かれて進行するため全員が集合したことはない。戦闘時には関西機登場時の飛行服としても使用可能なコンバットスーツを着用し、 タクティカルジャケットを上に着用する。また、2600メートルの射程、550メートルの有効射程を有し、8発の弾丸が弾倉に収められた8ミリメートル、後継自動式拳銃 m j オートマチックハイパワー8を携行している。1971年に TBS 系でマイティジャックと戦え、マイティジャックを続ける形での放送が行われた。 この際、マイティジャックは1話を2本に分割し、30分枠で放映されている。これは、つぶらやプロダクションが当時 TBS との契約が切れていなかった、ウルトラマンをフジテレビ系で放送するにあたっての交換条件として TBS に提供されたものであった。その後、長らく再放送の機会に恵まれなかったが、今井学生のプラモデルが長らく販売され続け、 1978年には主題歌 BGM ドラマ名場面などを収録した LP レコードが発売されるなど空白期間に一応の知名度は維持されていた2013年11月 CS 放送にあたって30分枠の紹介番組究極のつぶらや特撮マイティジャックのすべてが制作放送された三田和穂佐川和夫原口智夫 三池敏夫、福井春都市、田辺聖来が出演。制作順第1話と、第2話にあたる、第9話、地獄の案内者と、第2話、K52 を脱回せよには放送版とは異なる、パイロット版が存在している。日本とも、LD ボックスの特典映像、DVD 第1巻と第4巻の特典映像、DVD ボックスのスペシャルディスクとして収録された。戦え、 マイティジャックに関するカテゴリー、ありがとうございます。